割と静かな土日でした。鳥羽市にある鳥羽ビューホテル花真珠、部屋から鳥羽湾が一望できる創業40年以上の老舗ホテルです。夏休みシーズン最後の土日に直撃した台風10号。今回の台風は非常に進むスピードが遅く、進路が定まらなかったのが特徴で、先週1週間不安定な天気が続きました。もともと27日が直撃って言われてたので、その日が まず予約がバーッと溶けていって、で結局このラスト1週間はもうほぼお客様が少ない状態で営業させていただきました。このホテルでは先月27日から昨日までで、もともとおよそ150件の予約があり、700万円以上の売り上げを見込んでいましたが、台風の影響でキャンセルが相次ぎ、売り上げは想定の3分の1以下になったといいます。振り返ると大変厳しい夏だったかなと思います。また今年の夏は台風だけでなく、日向灘で発生した地震で初めて南海トラフの臨時情報が出されるなど、災害に対する意識を高めていかなければならない中、このホテルでは災害に備え備蓄も行っています。ここに常備してお水とか、あときなこ餅、あとトイレとか、こうご飯セットというのは常に準備しておりまして、停電が起きたとき暑さをしのぐために、こううちわも常に常備しております。いざという時のための準備は常に皆さんしておりますので、どの旅館も、はい、だから安心してご宿泊いただければなと思います。9月は長い3連休が2回ありますので、非常に期待をして、どうか台風が来ませんようにと願っているばかりです。はい。